あんた、またそんなものを拾ってきて。お母さん、お願いなのだ、お願いなのだ。ダメです、うちには置けません。どうせすぐに飽きて、私が世話をすることになるんだからね。そんなことないのだ、僕が責任を持って、お世話するのだ。だからお願いなのだ。このキモくて金のないおじさんをうちのおじさんにしてあげてほしいのだ。政治からも社会からも見捨てられてしまった行き場のないかわいそうなおじさんなのだ。絶対にダメです。元の場所に捨ててらっしゃい。いいこと？ズンちゃん、キモくて金のないおじさんの世話をするのは簡単じゃないの。キモくて金のないおじさんはね、キモいし、お金がないし、何より、おじさん、なのよ。うげ、てってって、けがらわしい。同じ空気を吸っているだけで、気分が悪いわ。ほら、今すぐ捨ててくるのよ。そんな、ひどいのだ。外では血に飢えた人殺しの集団が、うじゃうじゃと徘徊しているのだ。今、このおじさんを捨てたら、このおじさんは、あいつらに殺されてしまうかもしれないのだ。おじさんなんて、死んでくれた方が、女性や子供たちの安全のためなんです。さあ、早く、外に放り出すのよ。今すぐ、早くしなさい。うぐ、うぐぐぐぐ。でも、ぐすん、ぐすん、しくしく。おじさんだって、同じ人間なのに。何言ってんの？いつもそう言って、一週間と続かないくせに。ズンダボンくん、もういい、もういいよ。おじさん。僕なんかのために、頑張ってくれて、こんなにも泣いてくれて、ありがとう。こんなに優しくしてもらったのは、お金がなくなってからは、初めてだよ。君のことは、永遠に忘れないよ。さようなら、本当にありがとう。おじさん、ぐすん、ごめんなさい、ごめんなさい。僕は、ゴミ捨て場に捨てられていた、かわいそうなおじさんに、何も、してあげられなかったのだ。